高校ハイスクールを18で卒業した2日後もう東京出てきたんです。もう今すぐにも田舎出なくてもカントリーがもうヘイトでね。まあカントリーが嫌いじゃなくてカントリーにいるやつらが嫌いだったんだけど夢を見てね、あの東京ドリームみたいな感じでさ、うわー東京じゃーっつって出てきたんだけど、ほらお金がないんですよね、学生だったから。だからあの学費を貯めながら家賃も払ってその働くっていうシステムのあるところに行ったんですよ。初めての東京って多分来た人は分かると思うんだけど、すっげえビルがいっぱいあるんだよ。ビルディングの山で、これなんだよ、フェーマスなの、このビルフェーマスなの、普通のビルなの、この建物フェーマスなの。ほらうちも田んぼだから全部全部田んぼで、家の目の前にあの牛がいるぐらいだから、じゃあ、住むところ紹介するからね、あのアパートメントを紹介するよ、でじゃあカモンみたいな感じで行きました。でアパートのネームはブルーハイム、ブルーハイムブルーハイムって言ったから、じゃあこれ日本語分からしか分かんないんだけど、あのよりなんか漢字とかひらがなとかがついてると、そのライカ和風なんかジャパニーズテイストのそのアパートメントってイメージで、そのブルーハイムとかってイングリッシュワードになってくると、ちょっとマンションとかそのちょっと海外版みたいなイメージを持っちゃうのね。でブルーハイムだからって言った時に、ブルーハイムかっけえかっかいって言って、でこう細い路地にこう入ってってさ、でなんかでっかいマンションがあったの、わここっすかって言って、いやそこじゃないそっちないみたいな。でそこはあのなんか女子寮で、学生の女子寮だよって、へー学生がいるんだわーみたいな。入ってみたら、あの外国の方がいたの、あの金髪の綺麗なお姉さんがいたの、2階のベランダで洗濯物をこう干してたの。わー外人がいるとかっつって、はぁ東京はすげえなーみたいな感じで、その時にここっすかって、そしたら違うこっちって言われて、買ってみたら、あのもうすごいよ、ここキラキラキラーボヨーンみたいな。ライカ、例えばね、これは別に今となっちゃうんだけど、ライスタイル東京タイム、これ、まあ、あくまで仮定ね、ポエザンポね、レフトタイム、あの電柱みたいなタックルをするじゃん。そうすると、ベキベキベキってなるぐらいのボロいアパート。ガチャって分けるじゃん。そしたら、あの畳から、あのタケノコが入ってたからね。こう畳やるでしょ。なんか、まあ、これモリモリしてますよ。なんかちょっと地べたがほっこりあの、おできができてるみたいに張り上がってますよ。って、こうってやるじゃん。そしたら、ん?ちょっとバリバリバリって畳上げたら、タケノコが。出られないんですけどみたいな。タケノコ入ってるアパートなんて聞いたことないだろ。でそこはすごいもう怪奇現象みたいなものがもういっぱいの、まあ、ブルーハイムって書いて言ってたでしょ、うん、でもねあのこうやって看板ネームプレートにはブルーハイムって書いてないんだよ、青葉荘って書いてある。青葉荘ライカあのブルーリーフハウスっていうのをジャパニーズ漢字でダウンダウンダウンって書いてあるの、青葉荘って書いてあるの。でもそれは建物の名前はブルーハイムって言ってるの。失礼でしょ、英語で言いすぎや、何でも言って問題じゃないよ本当に、俺騙されたよみたいな。でそこがすごいのは、でまず4畳半って言って畳が4枚半の大きさ、まあ言うなればこの部屋の半分ぐらい、こんなもんだよね、こんなもんこんなもんこんなもん。ノートイレ、ノートイレ、トイレなし、ノーレ、あの部屋にルームにない、あアウトサイド、アウトサイド、アウトサイド、ドア開けてアウトサイドにあのファーストフロアとセカンドフロアに1個ずつトイレがある。シャワーは？シャワーない。ない？ない、シャワーなし、ノーシャワー。あの、シーって言ったら、あの、こう、あの、キッチンのシンクあるでしょ、キッキッキッって回して、えぇ、ー、あー冷たい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 、で、水
で水で洗ってた。でタオルをこうやって締め出してキッキッキッしぼんじゃん。そしたら、今日は風呂行けなかったなーなんつって水だけ？ガスもない？水ガスない、ガスないすごいオープンザドアって言ったら、その玄関ね、に行ってみるとこういうエジソンのランプみたいなやつだよ豆電球なんだけどオレンジ色のね、オレンジライン寂しい色が出るんだよ。で、トイレが今外っつったじゃん。1階と2階で、俺2階の一番奥、間取り的にはね、ワンルーム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 でトイレみたいな感じで、で、俺が4番目の部屋、2階ね。1階と2階にトイレがあるんだけど、あのトイレがね、一番角で、俺が角部屋じゃん。サウンドがすごい。ブワッ。うんとかうめき声とかもあの筒抜けで聞こえてくる。チャポンとかさ。したら俺はほらこうやってテレビとか見てんじゃん。でなんかこうギーバタンってこう扉がバタンってなってた。あトイレ入ったってなるじゃん。カチャカチャカチャってベルトのカチカチって音がするのね。そしたらブッブヤッ。って言ったら、あなんか今日水っぽいなみたいな空気読めろ、俺カレー食ってんだよみたいな今日カレータイムだよこの野郎とかって思ったりしてるぐらいトイレのあの水ね、水洗になったんだけど、水洗のトイレが水流すときレバーがあるでしょ、そのレバーはあのすごいオールドスタイルでこういうやつなんだよ紐をグン引くとそれが2階でしょ、でタンクが上にあるんだよ、だから水がブワーでパイプがね、ここ水管がね、ガーとかね、すっごい水圧なんだよ、バーとかなるから、俺まず寝れない、トイレの音さえ寝れないっつって、トイレ。で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファッ、フォーってルームがあって、トイレね、で、トイレのドアが、ケーン、ケーンって開くの、これが、ちょっと開いてます、トイレ のドアがね、そうすると、俺のドアが、ここにあるんですよ、ガッ開かねえし、トイレ開かねえ、俺、出れられないみたいなで、ひどかったんだよ、だからもう、ガンやって、シュッて引いて、ガンやって、シュッて引いてっていうの、ガッ、ガン、やるでしょ、やるとこうなんかこう木がミシッミシッミシッってなって、そのままふーって開く時によっしゃ開いたコンプリートみたいな感じで帰ってたの大変帰なんてひどかったさらに鍵キーやるんだよ、でもキー忘れても家に帰れんの、家に帰るじゃん、あ鍵キー忘れたこうやってしたくそーってなるじゃん、でも俺の場合はうんまあいいかふいふいふいって言うとカッチャンガン回すとガッチャンとやるから「はいただいま」みたいなさらにとどめさすんだけど、僕の部屋は角の部屋だったんで、角の部屋の向かいに普通のファミリーっていうかまあ普通の家があったの、そこの犬がおかしいんだよ、その犬がねあの変な鳴き声すんの、なんだろう「ニャン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 」とか言ってんの、もうムカついてしょうがないんだよ、普通にワン言えばいいんだよ、お前ドッグだろ、ドッグだろワン言えばいいのに、にゃー聞いたことあるよね、それね、聞いたことある、何あれ何って聞いたでしょ、昔俺ん家に来たことあるんですよ、まあタケノコ生えたり怪奇現象な犬がいて、でトイレの音が漏れてきて、で鍵が簡単に開くと東京ジュニア、でも夢という夢は崩れ去ったよね